なんか最近不穏な雰囲気の苗木くんの部屋からスタートするの多い気がしますね。はい、ということで長野パー続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きでまた苗木くんの部屋に誰かが来たようですけれども、まあキリギリさんかな。唯一今キリギリさんが自分の部屋に入れない状態になってるからね。まあちょっと見てみようか。誰？やっぱりキリギリさん。ねえ、脱衣所で待ってるわよ。今度は脱衣所先に行ってるから。ああ、ちょっとキリギリさん。呼び止める声に振り返りもせず、キリギリさんの背中は廊下の奥へと消えていった。相変わらずミステリアス。夜時間の出歩きは控えろって話だったけど、行かないわけにも行かないよな。お、勝手に出ていった。まあ、ここ唯一監視カメラがないからな。はい、どうしたの？ねえ。悪かったわね、こんな時間に呼び出して。いや、もう慣れたよ。そう、じゃあ早速本題に入りましょうか。はいはい。その本題って、監視カメラがあるところでは話せないことなんだよね。もしかしてそれって、キリギリさんがモノクマから何かを盗んだことと関係しているんじゃない？さっきモノクマが言ってたんだよ、宝物が盗まれたとかって。それってキリギリさんがやったんじゃないの？ええ。そうよ、私がやったのよ。やっぱりそうだったんだね。だけど何を盗んだの？それはこれよ。鍵？学園長室の鍵？でもただの鍵じゃないのは明らかだった。モノクマの模様が入った鍵、明らかに異質だった。どこでこれを？それは学園長室よ、あそこから持ってきたのよ。え、学園長室に忍び込んだの？だけどあそこには鍵がかかってたはずじゃ。でも鍵は壊されていたわ。あー、なるほど、そういうことか。さくらちゃんが壊したのか。え、そう、大神さんよ、彼女がやってくれたのよ。大神さんが？彼女の遺書にあったでしょ、我はただでは死なん、貴様に一矢報いるって。大神さんが僕らのために学園長室のドアを壊してくれたってこと？そうよ。あの部屋に隠された秘密を私たちが調べられるようにね。大神さんが僕らのために、僕らのために犯してくれた校則違反、死を覚悟していた彼女だからこその最後の校則違反。ええ。鍵が壊されていることに気づいたのは昨日の学級裁判が終わった後だったわ。だけどそのまま学園長室に入ってもすぐにモノクマに気づかれてしまう。だからあなたをおとりにしたのよ。あー、そういうこと？なんか、そうそう、情報処理室にね。もしかして昨日の夜僕を情報処理室に呼び出したのって、ああ、苗木くんがしかもうまいことガチャガチャずっとやってたもんな。ファインプレイだったってこと？そう、モノクマの目を引きつけてもらうため。その隙に私は学園長室に忍び込んだの。そしてその成果がこの鍵なのよ。なるほどね、そうだったんだ。じゃあもしかして昨日言ってたことも学園長室で？戦場の黒言ってたね。この学園に潜む16人目の高校生。なんかとんでもない真実だよね。超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生、戦場の黒に気をつけて。その戦場の黒って人のことも学園長室で知ったとか？ええ。戦場の黒に関するファイルを学園長室で見つけたの。詳しいことはまだわからないけれど、戦場ムクロは危険よ。危険なのか？危険って？つまりもしかすると彼女が黒幕なのかもしれないわ。え、知れない。黒幕？でもさ、アルターエゴは言ってたよね、黒幕は学園長の可能性が高いって。違うわ。いいえ、学園長は黒幕じゃないわ。妙に学園長の肩を持つな。え、まだ確信は持てないけどそれは間違いない。確信が持てないのに断言するなんてキリギリさんにしては珍しいな。でも学園長が黒幕じゃないとすると、戦場ムクロが、そいつが黒幕ってことなのか。とにかく
この鍵は私たちがようやく手に入れた最大のチャンスよ。逃すわけにはいかないでしょ、こもとも。でもさ、そもそもその鍵ってどこの鍵なの？それは今はまだわからない。だからあなたがモノクマの目を引きつけている隙に、これから私がそれを確かめるのよ。めちゃくちゃ体張るじゃん、大丈夫か？またどこかに忍び込むってこと？そんなの危険すぎるよ。それにモノクマの目を引きつけろって言うけど、黒幕が一人とは限らないはずだよ。もし黒幕が複数人で僕らを監視してたら。そうかしら。でも昨日の夜はバレなかったわよね。いや、だとしてもじゃない？それはたまたまそうだっただけかもしれないし。ねえ、もしかしたら黒幕は私たちの監視とモノクマの捜査を同時に行えないのかもしれない。え？だから昨日の夜はバレなかった。だけどあなたの言う通り、たまたまって可能性もあるわね。だからこそ同じことをもう一度やってみるのよ。そして今度も成功するようなら、私の推論はただの推理、推論じゃなくなるわ。推理？推論？ん？まあいいか。キリギリさんは淡々と唇を動かし続けていた。そして僕はそれを黙って聞いていた。ねえ、黒幕が私たちの監視とモノクマの捜査を同時に行えないとなると、私たちにも付け入る隙が生まれるはずよ。つまりそれを見極めるための行動でもあるのよ。でもやっぱりいくらなんでもリスクが大きすぎるよ。もし失敗した時のことを考えると。なんで？そんな心配をする必要はないはずよ。だって思い出してみて。え？希望神の学園について調べるのは自由です。あ、書いてある。特に行動に制限は課せられません。謎を解くための行動に制限は課せられない。そうあったはずよ。私は校則を破ろうとしているわけじゃない。鍵を盗んだ行為だってそうよ。でも黒幕がその気になったら校則なんて関係ないよ。きっと問答無用で僕らを殺そうとするはずだよ。なるほどね。計画が失敗した場合でもそれを確かめることができるわね。え？ポジティブすぎない？思考回路。いざという時、黒幕は校則を破るのか、それともあくまで校則にこだわるのか。つまり成功しても失敗しても得るものがある計画、なおさらやらない理由はないわよね。ギリギリさん、覚悟決めすぎだって。だけど先に進むためには危険を避けては通れない。危険は承知の上よ。それでも謎が解けるなら進むべき。ねえ、そうでしょ。その時になって僕はようやく気がついた。キリギリさんの目に悲壮感や怯えは一切なかった。むしろ彼女は立ち向かうべき敵、立ち向かうべき謎、それらを目の前にして笑っていた。私の気は変わらない。変えるつもりもないわ。そこでキリギリさんは懐から何かを取り出すと、それを僕に差し出した。何？手紙？え？これって遺書じゃないよな。そうね。決意表明ってとこかしら。今はまだ開けないで。それを開けるのは私にもしものことがあった時よ。もしものことって？でも念のために渡しておくだけよ。万が一の可能性でも犬死になんてごめんだから。ねえ、お願い、預かってもらいたいの。じゃあ預かるだけ預かっておくけど、でも後で絶対に返すからね。絶対だよ。ええ、分かってるわ。本当か？ねえ、それと最後にもう一つだけ。この件は他のみんなにはまだ内緒にしておいてほしいの。黒幕に隠し通すのが難しくなるから。ええ、それもあるわね。それもって他に何が？さあ、大したことじゃないわ、忘れて。いや、そう簡単に忘れられないけど。じゃあそろそろ始めましょうか。やるんだな。大輝くん、いきなり？モノクマの目を引きつければいいんだね。わかったよ、やってみる。じゃあね。私は先に行くわね。あとはよろしく。いつもと変わらず
そっけない別れの挨拶だけを残し、いつもと変わらず彼女は足早に立ち去っていった。ただ、いつもと違うのは、彼女の背中を見送る僕の、その胸に湧き上がる妙な不安。やめろ、これ死亡フラグじゃねえか、ナイキ君。いや、大丈夫に決まってる。だって、あのキリギリさんなんだし。不安を振り払うかのように、そんな独り言を発した後、僕は行動を開始した。ナイキ君が余計なフラグ立ててったんだけど、これキリギリさん本当平気か？よし、やるぞ。モノクマ、見てるんだろ？話があるんだ。出てこいよ。そしてしばらくすると、出てきた。モノクマ登場だよ。あらあら、珍しいじゃない。ナイギ君の方から呼び出してくるなんてさ。ねえねえ。ところでナイギ君、なんだよ。怪しいな。いやー、まあそうだよね。疑うよね。キリギリさんと何してたの？深夜のお風呂場に二人きりなんて。まさしく熱々状態ですか？熱々でびしょびしょで、そんでもって、もう下ネタ大好きなんだから。CRO 規定に停職の恐れがあるため削除、消された。ですか？黙秘ですか。そうですか。別にいいけどね、ナギ君と違って僕はお風呂になんて興味ないし。僕は R 指定とは無縁の健全な監視生活を心がけてるんで、健全な監視生活、なんか矛盾が発生してるぞ、この言葉。だから浴場には監視カメラがないのか？図星！そこら辺のプライベートはしっかりこだわってんのか？でも本当は湿気でカメラレンズが曇るから監視カメラを置けなかっただけじゃないのか？そうだったの？ちゃんと理由があったんだ。こっちが図星なんじゃ。なんかよ？そんなことより何の用なの？わざわざ僕を呼び出したりしてさ。それは、お前に確認したいことがあるんだよ。はにゃはにゃ。オスかメスかって、いやそこ興味ないかも。実は。クマにはオスもメスもないんだよ。いや、あるだろう。なんと。マジで？もうナギ君の冷静なツッコミ。僕の。じゃあ、僕って何なんだよ。僕の存在って、なんかショック受けてる。テンション下がるな。やめよう。深く考えるとハマる。それでナギ君の聞きたいことって？さっき言ってたよな、宝物が盗まれたって。その宝物って何のことだよ。どういうつもり？あのさ、まさかとは思うけど、それを聞くためだけにわざわざ僕を呼び出したわけじゃないよね。まったくもう。ショックだよ、100メガショックだよ。もっと大事なことを聞くんじゃないの？蜂蜜の取り方とか繁殖期の過ごし方とか。そこは一番興味ないかも。くだらない。思春期の少年ってこんなにくだらないものなのか？なんだよ。くだらなすぎて面倒だから教えてやるよ。鍵とホニャララだよ。はい、以上。ホニャララが何？それ気になるんだけど。ホニャララ？察しろって、そこは内緒なの。っていうか、こんなことでわざわざ呼び出すなんて、僕はお前の脳の構造が知りたいよ。今度こんなくだらない理由で呼び出したりしたら、そん時は割ってみせてもらうからな、脳の中を。言っちゃった。語気を荒げながらモノクマは去っていった。これキリギリさん大丈夫か？ふぅ。モノクマの目を引きつけるって意味では十分だったはずだ。あとはキリギリさんが無事に帰ってくるのを信じて待つだけだ。大丈夫。あのキリギリさんなんだし。大丈夫だよな。一瞬だけだったけど、本当に平気？なかなか消えない不安を振り払うかのように部屋へと戻った僕はすぐに眠りについた。本当に平気？モノクマ劇場始まっちゃったけど。モノクマ CM 劇場、株式会社スパイくんの提供でお送りします。終わった。え？どうした急に。なんだなんだこれ。どういうこと？この世界はにじれまに突如現れた。魔物たちに脅かされていた。なになにこの展開。急に何なの？生徒の刻印が輝くとき、新たな物語が幕を開ける。こんなファンタジー作ろうとしてると思う、今。なんか豪華。コンセプション2、だだ消えた。タイトル読む前に。どういうこと？
星神選ばれしものだった。なにこれ、これ本当に何なの。しかもなんか BGM で切れたし、これ普通にあれか、ゲームの宣伝か。これスキップしていいのかどうか何とも言えないんだけど、スキップもできないし、これ見終わるまで待たなきゃいけないのか、なぜ無音なのかわからないし。バグった？バグったわけじゃないよね。なんかこうグラフィックは時代を感じるよね。ヒロインと絆を深め星の子を作れ。あー、これあれか、なんか子供作るゲームじゃないっけ。だいぶ昔のゲームじゃね。まあ、それ言い出したら弾丸論破もだいぶ昔のゲームだけど、なんか終わらないな。一旦スキップします。はい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 、唐突に始まったゲームの宣伝が終わった。んで、へえ、この超シャレオツなゲームの開発がキャンセルされちゃったんだ。あ、キャンセルになったの。でも弾丸論破が売れれば再開されるんだって。そういう感じだったんだ。じゃあお前らも友達に勧めないとな。なるほどね。で、開発が成功したということかな。弾丸論破しっかり人気になったもんね。朝だ。お前ら、自由時間あんのかな。そういえばあるっぽいな。なんだか体が重いな。昨日の夜更かしのせいかだけど、とりあえず食堂に行かないとな。キリギリさんちゃんといるかな。はい、外に出ますか。はい、誰もいないね。みんなちゃんと食堂に集合してる。行こう。キリギリさんもいないね。なおやぎ、遅いぞ。予定時刻より1分遅れだ。今まで来なかったくせに。ごめん、ちょっと体調が悪くて。何よ。そんな使い古された言い訳、遅刻の理由になると思ってんの。おや？あれ、喋っていいんか？許可した覚えはないな。あら、え？あの、1日経ったからリセットされたのかと。ごめんなさい。嫌わないでください。どんな罰でも、ああまんじで受けます。私は悪い子ですってプラカードを首から下げて、トイレ掃除という罰でどうでしょう。そんなに大した罰じゃないかも。その手の気持ち悪い発言をやめれば許してやる。ちょっとずつ戸上くん優しくなってきたよな。ありがとうございます。気持ち悪いことはもう言いません。なんかこう自分を卑下するような言い方はやめろ、みたいな風に聞こえてきたよな。もし気持ち悪いこと言ったら、このお口にゴミを突っ込んで構いません。それな？それだよ？それがダメなんだよ。白夜様専用のゴミ箱として使っていただいて、構いません。ダメだ、染み込んでるべ。あのさ。そんなことより、キリギリちゃんはまだ来てないみたいだけど。もしかすると。こりゃ重役出勤どころじゃねえべ。社長レベルもすっ飛ばして大統領レベルだって。昨日のこともあるから怒って来なくなっちゃったのかな。いや、多分今体張って調査してるはず。キリギリさんが来ない理由、みんなに言うのはまずいんだよな。今は黙ってるしかないか。妙だな。それにしてもあいつはどこで何をしているんだ。自分の部屋にも入れないというのに。そうだな。そうか、鍵を取ったままだったべ。大物クマ、キリギリさんをお探しかな。知ってるの。おお、今度は何の用だ。ねえねえ、そうなんでしょ。キリギリさんを探してるんでしょ。知ってるのか、モノクマ。お前は知ってるのかよ、キリギリさんの居場所。さあどうかしらね。なんだよそれ、教えろし。あ、おめえも知らんのか。なんだ。知らないからこそここに顔を出したんだろ。俺たちから何かを探るために。ところで好きな漫画を聞かれた時にマイナー漫画を答えるやつってムカつくよね。ムカつくかも。いやでもな、マイナーだけど面白いからこそ進めているかもしれないから、やっぱありかも。俺も結構マイナーな漫画進めちゃう派かも。露骨すぎるわよ話の変え方が。有名な漫画ってね、大体知ってるだろうからわざわざ進めるのもなって思っちゃうよね。でも間違いない、モノクマは本当に気づいていないんだ。じゃあ昨日の計画はうまくいったんだな。つまり、ね、もしかしたら黒幕は私たちの監視とモノクマの操作を同時に行えないのかもしれない。そういうことなのか。ねえねえ、でどうなの、キリギリさんを探してるんでしょ。心当たりはあるの。
知らんな。知ってても教えないし。なんなんだべ。当然だべ。あっそ。しょぼー。じゃあいいよ。もういいよ。ああ、ふてくされちゃった。かわいそう。もう何もかもどうでもいいんだ。バイバイ。行っちゃった。モノクマが去った後、僕らはすぐに顔を見合わせた。ねえ、今のってどういうこと？モノクマもキリギリちゃんの居場所を知らないってこと？どうやらそのようだな。だべ。だとするとキリギリッチはどこに姿を消したんだ？ねえ、みんなで探した方がいいんじゃない？モノクマが見つけられないんだったらもうみんなが探しても見つからないんじゃない？どうやって探すと言うんだ？モノクマにも見つけられないんだぞ。怪しいぞ。つうか、なんでモノクマが見つけらんねえんだ？そうなんだよね。謎だよね。きっとキリギリさんはあの鍵を使ってこの学園のどこかに忍び込んだはずだ。でもそれってどこだ？モノクマにも気づかれない場所があるなんて。なんかいろんな場所に隠し場所があるな。いなくなったキリギリさんについて話し合いながら朝食を食べた後、僕らはそれぞれの個室へと戻っていった。お、自由時間来た。まあ、でも今回はキリギリさんと話せないからな。ふう、朝食を食べてもやっぱりまだ体が重いな。どうする、部屋で休んどく？昨日の夜更かしのせいだけじゃなさそうだ。自由行動開始した。んじゃあなんか見ていく？どこ行こうか。見ていくっつってもあれだよな、会話タイムだしな。じゃあ深川ちゃんと話すか。深川ちゃんなのかジェノサイダーが出てくるのか分かんないけど、いない。みんなどこ行った？4階行ったよ。みんな全然いないじゃん。あ、5階か。葉隠れ。あ、植物庭園にいる。あ、移動できる。ゴー。植物庭園、あれいるか、いない。いや、いた。深川ちゃん、いつになったらここから出られるの？多分しばらく無理かな。別に出たところでいいことなんて何もないけどね。どうしよう、深川さんと一緒に過ごそうか。一緒に過ごす。何よ、私に同情してるの？そうよね、同情でもしない限り私を誘うわけないものね。相変わらずひねくれてる。深川さんと一緒に過ごした。深川さんと少し仲良くなれたみたいだ。プレゼント渡しますか、渡さない？ほう、わからめてる。これは仲良しだ。深川さん、てっきり僕を嫌ってるとばかり思ってたけど、その割に僕を避けてるわけでもないし、かといって話すわけでもないけど、あのさ、深川さん。何よ。何が聞きたいの？仲間の私の何が知りたいの？あれ？喜んでる？相変わらず変わってるな。さ、前に聞きそびれたんだけど、深川さんって普段は何をしてるの？小説を書いてるわよ。連載を待ってるから忙しいのよ。そういえばそうだった。超高校級の殺人鬼じゃなかった。文学少女でもあるんだよな。勉強と小説の両立に忙しいのよ。あんたみたいな間抜けと違ってね、ディスがいらないな。やっちゃった。私ったらまた余計なことを言っちゃった。あ、一応反省はしてるんだね。これで確定ね。嫌われたわね。むしろいじめの対象になるわけね。あ、いや、別に気にしてないよ。そんなことより、小説書くってすごいよね。しかもそれが世間に認められてるなんて。でもさ、小説のストーリーとかって、どうやって浮かんでくるの？やっぱ実体験が元とか恋愛小説？はあ？あんたバカ？なんか聞いたことあるこのセリフ。え？言ったでしょ。私の小説は恋愛小説だって言ってたね。私の実体験から恋愛のストーリーができるわけないじゃない。妄想よ妄想。すべて妄想。逆にすげえ。妄想なら恋愛したい放題でしょ。実生活がさっぱりだとしても。それとも、恋大きい人間じゃなきゃ恋愛小説書いちゃダメっていうの？あ、いや、そういうわけじゃないけど。別にいいけどね。
バカにされてるのは慣れるし、ねえ、ごめん。バカにされるのは慣れてるし。バカにしてないよ。だけどね。絶対にいつか見返してやるから。綺麗になって見返してやるから。なんか仲悪くなっちゃったこれ。煮えたぎるマグマのような恨み事を残し、深川さんは去っていった。今度こそ、嫌われたっぽいな、苗木。深川瞳子の通信簿に今の情報を追記いたしました。おめでとうございます。スキルポイントが上がりました。やった。深川さんと別れた後、僕は一旦自分の部屋へと戻ることにした。まあ、またもう一日あるんじゃないかい？もう一日じゃないか。もう一回か。なんだか。朝よりもさらに体調が悪くなったような。苗木大丈夫か？ボロボロじゃねえか。ますます体が重いし、それに。寒気？やばい。風かも。うわ、こんな時に。いや、風なのに自由行動するんだ。元気いっぱいじゃねえか、苗木。本当は風じゃないだろ。マップ移動。まあ、とりあえず、深川ちゃんを探しに行こうか。お、みんな戻ってきてる？あがくれ。ああ、食堂にいる。やっぱ基本ずっとセットだね。食堂。あ、来た。はがくれとも話したいよな。あと自由行動何回ぐらいあるんだろう。1、2、4回ぐらいかな、あと。はい。苗木が私をいやらしい目で見ている。言いがかりもいいところ。何考えてるの、私をどうしようっていうのよ。こんな深川さんと一緒に過ごそうか。こんな深川さんって言い方。せっかく一人の時間を楽しんでるのに。ごめん、なんか仕方ないわね。少しなら一緒にいてもいいわよ。ジェノサイダーショー出てこないのかな。ツンデレな深川さんと一緒に過ごした。深川さんと少し仲良くなれたみたいだ。相変わらずなんかにやけてるな。プレゼント渡しますか。渡さない。あ、終わった。何もなかった。うう、本格的に寒気が。それになんだかぼーっとして。ダメだ、寝よう。まだ夜時間までは時間があるけど、僕の体力の方が限界だ。倒れ込むようにベッドに横になると。ちゃんと鍵閉めた？抱きしめてないんじゃない、苗木くん。すぐに意識が途切れた。だけど完全に途切れたわけじゃない。朦朧とした意識。睡眠と覚醒の繰り返し。つまり。めっちゃ苦しんでんじゃん。うなされていた。そして僕は奇妙な夢へと落ちていった。夢？頭の中で誰かの声が響いている。僕は知っている。この声、聞き覚えがある。そうだ、この声って。僕は知っている。僕の声だ。僕は知っている。僕は全部知っているはずだ。僕の目的はここから出ることじゃない。ここに残ることなんだ。どういうこと？え？何を言ってるんだ？希望。すべては希望のため。だから残らなくちゃいけない。ここに残らなくちゃいけない。なんだ今の夢。変な。ナイクの隠し持ってるナイフ持ってるし。壊した？どうなった？夢？そしてまたキリキリさん？キリキリさん、なんて言ったの。え、何これ。キリキリさんが助けてくれたってこと？何を言って。何を伝えたかったの、キリキリさん。でも助けてくれてありがとう。あれが戦場ムクロなのか。毎日が平和で、毎日が幸せ。朝起きてから寝るまでが全く同じ平穏な日々。
そんな退屈で平和な毎日だけを望み、そんな退屈で平和な毎日だけが繰り返される。そこには一切の異常なことがない。どんな小さな異常さえも起きない。そんな世界があるとしたら、それってものすごく異常だと思うんです。正常すぎるのもまた異常ということが、ちょっと意味深な発言だったな。とりあえず内木くん無事？お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。無事？うう、無事。特に部屋は何も起きてない。いつも以上にゆっくりと視界が開ける。風邪治った？ふう。まず大きな息を一つ吐き出した。悪寒も頭痛も体のだるさもすっかりどこかに消えていた。ただ体が汗でぐっしょりだった。その原因はおそらく風邪のせいだけじゃない。昨日の夢、一体何だったんだ。いや、そもそもあれは夢だったのか。途切れ途切れの映像を記憶の底から引っ張り出してくる。そうだ、確か昨日はそう、なされてて、マスクのなんか誰かいて、キリギリさんが助けてくれたっぽかったよね。熱でうなされてたせいで、よくわからない声を聞いて、それでその後、目が覚めた。ふと目覚めたら、すげえ怪しいやついる。妙な覆面姿の人物がベッドの横に立ってたんだ。しかもナイフを手にしてた。よく生きてたよな。必死に抵抗した気がする。だけどよく覚えていない。熱のせいで意識と体が乖離したような、剥離したような、そんな感覚に陥っていた。もう治ったの？てか自分の体がどこか遠くで動いているような感覚、そのせいで自分が何をしたのかさえ覚えていない。だけどきっと無我夢中で抵抗した気がする。よく無事だったよな。その直後また意識が途切れて、次に気づいた時には、キリギリさん、ありがとな。そこにはキリギリさんが。でも、なんでキリギリさんが僕の部屋に？変な夢。いや、あれは本当に夢だったのか。何か、それを確かめる方法は？ある？あ、これじゃない？引き出しの中。付け根の引き出しを開くと、なくなってる。あれ？空だ。何も入っていない。いや、でも何も入ってないって、そんなのおかしい。だって僕は確かに引き出しにしまっておいたはずだ。ふたさんから預かったあのサバイバルナイフを。ということは、あのナイフは僕が預かってたサバイバルナイフ。そんな気はしてたけど、やっぱりそうだったんだな。つまりあれは夢じゃないってことか。だとすると、ますますわけがわからない。どうして僕が襲われなきゃいけないんだ。そもそもあの覆面は何者なんだ。それに、なんでキリギリさんが。どうなってるんだよ。謎は深まるばかり、下回ってない、深まるばかり。とにかく一人で考えてても拉致が開かない。食堂に行こう。そこでみんなに相談してみよう。まあ、命狙われたわけだからな。とりあえずみんなにいい話行きたいよな。はい。ということで今回はここまでにしましょうかね。次回は食堂行ってみんなに内閣院命の危機でしたっていうのをね、報告しに行こうかな。一体今、覆面が誰なのか。まあ、キリギリさん曰く戦場ムクロを警戒するべきなんですかね。一体どうなのか。まあ、もうそこはね、物語が進んでいけばいずれわかるでしょう。ということで一旦終わります。シュウヤンでした。またね。